こんばんは、赤月です。顔が入らない。ここまでお辞儀しないと。今日は、先週からね、筋トレ頑張ってるのでね、筋肉痛痛いんですよ。それのね、和らげる方法と、まあ、毎日のルーティンというか、こう、ストレッチのね、やり方なんですけれども。まず、寝たきりにならないために、腸腰筋を鍛える。ほんで、デイでもね、先生にね、やってもらってるのが、こう、足のね、こう、曲げ伸ばし、こう、仰向けに寝て、こう、ちょっと負荷かけて、伸ばすときは、ちゃうわ。伸ばすときは足の裏を押してもらって、ほんで、こう、膝を上げるときは、ちょっと引き寄せ気味で、それをぐーっとこう、反発でね、やってもらってるんですよね。そうすると、まっすぐ股関節にも力が入ってね。でも、それをちょっと私が思い切り頑張りすぎると、股関節が痛くなるんですよ。で、そんなときにどうしてるかというと、これ、ペットボトルの湯たんぽ。これ、保温庫あるんでね、ミニ冷蔵庫が、暖かいバージョンに切り替えられるんですよ、60度までね。それで温めたペットボトルを、こう、痛いところにね、当てるわけですよ。湯たんぽですよね。まあ、足やったら、こう、内側の、ここ、筋張ってるところに当てると、柔らぐんですよ。それと、こう、ふくらはぎもね、ちょっと最近筋トレ頑張ってるので、ゴシゴシとこする。それとね、腎臓もね、ついでにね、温めるんですよ。背中、腎臓こう2つ、背中側から言ったらちょうどこの辺の背中側になる辺にちょっとペットボトル当てたりね。それと頸椎も悪いんで、こう首の辺にもね、当てたりするんですよ。このすごい気持ちいいし、痛み和らぎます。だからペットボトルで保温庫なかったら、電子レンジでチンしてね、まあ適当、まあ5、60度にね、温めてもらってもね、非常に使えます。こう寒くなると、どんどん筋肉って固まってきますからね。ちょっと顔見えるようにしようか。これ、ちょっと歪んでんな。これぐらいしたらね、見えますかね。あ、ストレッチの方法するとき、またね、下げて。ストレッチ、足のストレッチはね、昔スポーツジム行ってたんでね、足のマッサージもちょっと習ってたんですよ。で、その時に、ちょっと、どうやってたかというと、こう伸ばしてね、今、筋トレやりすぎて、ちょっと軽縮始まりかけで固まってるんですよ。それをね、ここでこう両手で持ってね、こう叩きつけるようにね、こう浮かすわけですよ。それで、こう左右に揺らしたりとかね。で、ベッドやったら、ベッドの柵を持ちながら、こう、揺らしてみたりね。ほんで、足首の辺から、こう、ずっとこう、リンパマッサージするんですよ。これはスポーツジムのやり方やけども、むくみ解消とかね。ほんで、膝立てて、運動の後になんかよくやるのはね、ポン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 って、こう、乳酸を散らすね、方法ですよね。ジムなんかで運動した後、こうやって、はい、叩いてくださいって言われるんですよね。で、こうやってこう、なでなでてこう、で、鼠径部もね、こうマッサージしとくんですよね。ここに、リンパの老廃物とか乳酸とか全部流れるようにね。こう、下から上に、流すんですよね。ほんでね、ここ、ふくらはぎね、痛いんですよ、揉んだら。筋トレちょっと頑張るとね。の痛いとこを、しっかり揉んでおく。これ、揉んでおくのと揉んでおかないのとね、全然違いますからね、筋肉痛がね。ほんで、そこにもやっぱりこう、湯たんぽね。これ、今日の50度ぐらいかな。60度ぐらいにもなるときあるんですけどね。それと足の裏にも、土踏まずのところにも当てたりね。ほいで、指先の方にまで当てたり。こう、冷えるとこう、痛いところが増えるんでね。もう冷たくなってるところにはこういう湯たんぽで、温めます。ほんで、デイにもね、即温器っていうね、足を温める機械があるんです。こういう。箱型になってるところに足突っ込んでね。まあ、足を温める機会もあるんですね。それをやると、やっぱり痛みが和らぐ。で、その温める中で中でじっとしてないよね、私。その温める箱の中でも、こう、足首を上げたりね、下げたりしてるんですよ。足首もカチカチになるんでね、冷えてくるとね。で、これも揉んでます。ほんで、最近やってるのが、もう足の裏を揉み倒す。もう土踏まずのところから、まあ、足首、この親指の下あたり、
で、親指のこの辺に、小脳のツボもあるんでね、この辺こう、握っちゃって、こう、ぐり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 やられたりね。それとね、昔、ジムでやっぱりナルタンがね、ヨガの先生になるタンがね、足と手とこう、ぐわっと指入れて、握手しちゃうんですよ。握手っていうか、ガシッとね、握っちゃうんですよ。ほんで、こう、足首を回す。逆回しもね。これもね、足首をほぐすのにね、すごくいいです。だから寝る前にね、今日ちょっと筋トレ頑張りすぎて足首カチカチになってたら、こうやってね、緩めておくんですよ。ほんでね、私特に固まってるのがね、ここ甲の上、この辺にね、距骨っていう骨があるんですよ。距骨って巨大の距に、こっちが何辺やったかな、忘れたけど、底辺やったかな、どの骨にもひっついてない骨があるんですよ。その骨をこう振動して、ゆるゆるしておくと、ちょっと流れが良くなってね。で、足首。まあ、大体でさ、甲のこの辺にね、ぐわーっとこう、揺らしとくんですよ。そうすると、ちょっとね、足首楽なの。それと、やっぱりこう、指をね、ぐわっと。で、足の親指が脳のツボになってるんでね、ちょっとこれ、爪切り失敗したとこがある。で、まあ、とにかくぐるんぐるん回す。で、逆回しもしてみる。それと、くるぶしの周り、こう、外側にもね、くるぶしあるんですけどね、そこを特に揉んでおく。ここがようむくむんですよ。この、くるぶし出てるとこ、横のね、くるぶしじゃないわ。くるぶしでいいんかな？この、丸い骨が出てるとこの周りね。ここに水分溜まりやすいので、ようむくんでるので、それを流すようにね、ぐるんぐるん、こう、手で円を描くようにね、流して、ほんでまた上の方にね、持ってくんですよ。で、足首からこう、膝の裏にまで流す。まあ、何でもいいですよ。ほんで、まあ、こういうコロコロがあればね、コロコロで流しても、ね、うまいこと痛くなくね、できますね。で、膝まで流したら、こう、膝から太ももの裏から、こう、足の付け根に向かってね、ガーッと流すんですよね。これやるだけでね、だいぶ違うの、痛みが。で、手の方も、ぐわーっとね、肘まで流して、手首から肘まで。あ、手はもうちょっと丁寧に、ね、手もこう、親指と人差し指の間のとこ、合谷っていうツボをね、思いっきりこう、揉んどくんですよね。ほんで、やっぱりこの水かきのとこね、それぞれの指も揉んで、骨と骨の間も揉んで、ほんで、この手首周りもぐるんぐるんぐるんぐる、緩めておいて、ほんで、手のしびれが出るのがね、だいたいこの辺にツボがあるんですよ。この辺の筋肉も緩めておいて、ほんで、手の内側の辺も緩めておいて、ほんで、脇も両方流さないとね。脇は首から、鎖骨の上を通って真ん中に行って、鎖骨の下から脇の下に流す。これもちょっと服が邪魔するんでね、これ、こんなんでね、脇の下に流すんですよ。とにかく、肩から首のとこ通って、鎖骨の下をこう脇の下に流す。それで逆の肩甲骨の辺からこう脇の下に流す。で、手もね、こうやって下からね、順番に脇の下に流していくんですね。ほんで、一番重要なのが、ここの胸骨、おっぱいのを引きずってるとこね、筋肉、胸筋か。胸筋をね、これでね、また、ぐわーっとこするんです。ほんと気持ちいいんですよ。で、この辺の肩周りも固まってるからね、ぐるんぐるん回して。まあ、私のはリンパマッサージですよね。で、痛いところは、特にここが痛いんですよ、私ね。で、ここに、ちょっと、温めとくんですよ。温めるとね、本当に不思議とね、痛みが引くんですよ。こう、厚めのやつをぐーっと当てるとね。ほんと、お風呂でもね、温めてます。お風呂に湯船に浸かって、湯船よりは熱いシャワーをね、ずーっとこう、肩とか首周りに当ててるんです。そうするとすごく楽になる。だから、これからね、どんどんまた寒くなるんでね、保温と温めはね、欠かせないと思います。ほんで、デーに行くときはね、レッグウォーマー買いました。これ、足にね、履くやつ、毛糸のね、ぬくいやつをね、まあ、足首にこうやって履いてね、行くわけです。で、とにかく、カイロもね、電子カイロも持ってるんですけど、ちっちゃいしね、ちょっと滑るんで、ペットボトルがね、すごい、いい感じです。で、脇にも挟みやすいしね。脇の下もこう、脇に流したら、こう、ペットボトルで保温しとくんですよ。
そうすると痛みがすごく楽。で、痛みを和らげるためには、クエン酸と、まあ、BCAA とか、プロテイン系のね、サプリメントもね、飲んでますけれども、ね、それと、疲労回復に抜群に効く、イミダゾール、ペプチドね。まあ、鶏肉の胸肉に含まれている成分ですね。渡り鳥の、渡り鳥が海渡ってもね、疲れない秘密が、このイミダゾール、ペプチドでね。まあ、その鶏の胸肉に含まれている、まあ、羽ですよね。羽をバタバタしてても疲れない成分がね、イミダゾール、ペプチドがあるから、まあ、渡り鳥は、あんな長距離のね、海を渡れるわけですよ。あ、それとね、ここをガシッと掴んでからね、こう、肘をね、外側に回したりするんですよ。これも肩甲骨周りのね、血流を良くするので、それと、太ももの付け根もね、腸腰筋もこう大事な筋肉なんでね、やりたいんですけど、本当はこう膝上げて、まあ先生にやってもらってるけどね、こうやって足伸ばしたり曲げたりとかね、その時にこの腸腰筋で引っ張ったり伸ばしたりするんですが、ここが硬くなっちゃうとね、痛みが出てくるんでね、ここにもこのペットボトルで温めたりねするんですよ。ほんでね、なかなかこう、私昔のブログにね、クフインフォのブログにもね、腸腰筋の鍛え方で立ってね、こうやって膝をぐるんぐるん回してね、する方法書いてたんですけどね、それ今できないからね、サッカー選手がね、腸腰筋を鍛える方法としてこう足上げてね、膝をぐるんぐるん回すんですよ。で、ダイエット効果があるからいうことでね、載せたんですけどね、まあもうちょっとしたらこう手すり持ってね、腸腰筋の運動もしたいと思います。で、今その足をなかなか上げて回したりとかね、できないんでね、やってるのが、こう座りながらね、手すり持って、こうぐるんぐるん体回すんですよ。これだけでも腸腰筋伸びたり縮んだりするからね、こう前の方に倒したり、後ろの方に倒したり、ね、とにかく回しまくる。ほんで、ついでに、こう、小脳も鍛えるしね、こうめまいしそうになるんやけども、それをぐっと一点を見つめてね、コントロールする。風にもできる。ちょっと顔写しとこう。ね。こんな感じで、もう回しまくってます。で、逆回りとかね。まあ、めまいをしないように、小脳を鍛えるっていうのも脳にね、大変良いと思ってるので。で、脳を鍛えるのに、私はその、磁気、電気刺激の低 MS とかやってもらったことあるんですけど、それと同じように、まあ、家庭でできるのは振動マッサージ機しかないからね。これで小脳をね、鍛えてるんですよ。ちょ、振動を与えてね。これ、真似しないでくださいね。自己責任で、ね。私は、なんか、気持ちいいからね、効きそうな気がしてね。で、脳もこのてっぺんの方にもね、ちょっと振動を与えてるんですよ。で、こんだけ音が出るから、超音波もね、出てると思うんですよ。何らかのね、刺激が脳にね、行ってると思うんですね。まあ、こういうようなこと、首の後ろをね、やるとめっちゃ気持ちいいんでね。これで頸椎の、流れも良くして、耳の下からね、鎖骨通って、ほいで脇の下もこう、ぐわーっと振動して、めっちゃ気持ちいいんです。ほんで、血流が良くなるしね。ということで、今回はその、ペットボトルを使った、湯たんぽで、保温する方法と、まあ、マッサージでリンパを流して、痛みの乳酸とかを流して痛みを取る方法。それと、まあ、血流を良くしてね、まあ、筋肉の栄養とか、老廃物を流す方法で痛みを取る方法。そういうのをお話ししました。で、腎臓もね、腎臓感動もね、こんなんでね、温めておくといいんですよ。内臓を温めるっていうのはね。で、もちろんその腎臓の辺をこうブワーッとね、揉むのもね、腎臓機能を高めるのにね、こういうのでね、腎臓の辺をブワーッと振動させるんですよ。すると内臓にもいいしね。ほんで、背中の辺、この辺、こう振動でやってるのはもう腰痛予防にもなるしね。それともうちょっと頑張りたいのが、お尻上げね。お尻上げって、まあ病院なんかでね、よくやられてると思うんですけど、まあこうやって、仰向けに寝たとこで膝立てて、まあ、お尻を上げるわけですよ。今ちょっと座ってるからできへんけどね。
この際にさらに負荷を高める方法として片足をね組むんですよ。その状態でお尻上げとかねやってましたね。今ちょっとできへんかな。ちょっとベッド狭いんでね、あのベッドにテーブルを横に渡して、そのテーブルの下に頭突っ込んで寝てるんでね、起きるとき気をつけないとね、頭ごっちにするんでね。で寝返り打って起きるときもでもちょうどいいで、頭低くしてこう丸めるような体勢で起きるとね、スッとね起きれるんですよね。ですからまあどっちにしろこう体丸めて起き上がるわけだからね、あのちょうどベッドのそこにあってねいうわけですよ。で前にも紹介しましたけども、まあ、さらにあの腸腰筋を鍛えるのに横になってね、まあ足を上げて上げたりとか、まあ、これでこう回すだけでも腸腰筋鍛えるんですけど、これ今やりすぎたらね筋肉痛また明日か明後日ぐらいにひどくなるんでね。で時たまねこうやって足を上げて、まあ、自重運動もしてるんです。足めっちゃ重たいんですよね。だからもうちょっと筋肉ついたら足も軽くなるんかなと思いつつね、加減して、まあ、筋肉痛が痛くて歩けなくなるようまでねやったらね逆効果なんでね。ほんでやっぱり腸腰筋は大切だなと思うのは、まあ、デイの中でもあの私よりも10も20もねお年寄りの方がいらっしゃるわけですけれども、やっぱりねあの腰がねへっぴり腰で歩いてはる。で背中曲がって、まあ、それはまあご老人やからね、まあ、出し方ないんやけれども、ちゃんと股関節にこう体重を乗せるっていうことが長く歩くためにね、まあ、大切らしいんですよ。ね、まああの例の先生方ね、ちゃんと股関節に体重乗してとかねあの言うてくれはってね。でまあまあ私はまあ姿勢はいい方なんですけどね。それでもやっぱりあのバランス運動とかあのなかなか自分一人で手すり持ってねやるの危ないからね、せめてベッドの上でバランス運動ね、まあこれはあの骨盤でお尻でのねバランス運動になりまして、もうここは倒れる寸前までこう倒して、今何も持ってないんですね。それで持つとしたらこうベッドの床に手をペタンと置いてね、それでついでに肩のストレッチも肩入れたり、ほんで特に私はあの肩甲骨をひっつけるポーズ、これをすると気持ちいいんだよね。でこれすると手も上がりやすくなる。でまたここが痛くなると、で痛くなったらペットボトルで温めると、もうほんとこれ効きますから、温めると痛み和らぐ。だからこれ血流が良くなってね、痛みの物質が流れていくんやと思うんですよ。どこに消えるのかな、で腎臓にでろ過するのかな。だからその腎臓もこの、あの温めながらマッサージしておくと、これで一挙両得ね。そうするとね夜中のおしっこ多分減っていくんじゃないかなと思うんですよ。なぜ夜間に尿がたまるかというと、あのふくらはぎはね第二の膀胱とも言われてるんですよ。まあ第二の心臓はね昔からよう言われてますけれども、膀胱でもあるんですって。だからふくらはぎがむくんで、ふくらはぎの中にね水分がたまるんですね。それがじわじわと、まあ、あの細胞からにじみ出して、あの血流に乗って、まあ、膀胱まで行ってね、あの夜中におしっこに行きたくなると。だからあの思ってた、不思議だなと思ってたんですよ。昼間にね、まあ、トイレめったに行かないんですよ。まあ、デイで行くとしても1回ぐらいしか行かないんですよね。でその時の量よりもあの夜中に起きた時の、ね、量の方がいっぱい出るんですよ。そんなに夕方飲んでないのにおかしいなと思うのが、まあ、午前中からずっと飲んできた水分が、まあ、足下半身に溜まってね、でそれがあの巡り巡ってね血流からあの膀胱にまで水分がね溜まってるわけなんですね。だからもっと 寝る前にあのおしっこ出すためにもやっぱり腎臓は揉んでね、あの、この保温ペットボトルでね温めて、まあ、揉んであのすることが大事だそうです。それとね、ちょっとこの私ちょっと巨乳で申し訳ないんですけど、おっぱいの下にね肋骨に当てる感じでね温めるのもねあの気持ちいいんです。腸腰筋の上の方になるのかな。だからこれ腸腰筋を緩めるにもなるし、こっちがあのそれと胸筋もね、あの私胸が引っ張るのでね胸筋すぐやられるんですよ。だからその胸筋も緩めて、温めながら緩めて、それから寝るというふうにね、あの
夕方のルーチンとしてやっています。今日はこれぐらいに、また新しいね、ストレッチ法とか自主トレの方法とかね、考えましたらまたご報告したいと思います。よろしかったらチャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。では。